こんばんは、今回は海軍大将新旧全勝するまで終われませんということで、まあ、海軍大将1回経験したことある、まあ、キャラをね今回7人集めてみましたということで、まあ、結構いるね。まあ、リアルタイムではね、まあ、この5人って感じなんだけど、まあ、ゼファーと戦国以外の、まあ、一応ねゼファーと戦国も入れて今回やっていこうかなと思います。いや、こうやって見るとやっぱりディフェンダーが多いのか、でも1人多いぐらいか、なんか意外とね、そうでもないね。まあ、ということで、今回この7人で、海軍大将でパーティーを組んでやっていきたいと思います。レッツラック。あ、かけらガチャ来てますね。まあ、とりあえずディフェンダーピックアップガチャで、まあ、このあたりブラックマリアとかね、結構実はおすすめ工場キャラなんだよね、俺の中で。結構ね、皆さん強いんで、もしこれ引いて当たった人、ぜひ使ってみてください。ということで、まあ、なかなかね、ディフェンダーなんでワポールとか出るんで、まあ、そこら辺はちょっとあんまおすすめできはしないんでね、まあ、かけら目的以外の人は引かなくていいかなということで、あざした。ということで、1戦目よしということで、1戦目は緑牛&ボルサリーノということでね、まあ、緑ゲッターゲッターということでやっていこうかなと思うんですけど、相手1人ボットなんでこれはカッということで切り替えてやってみますかということでね、やっていきたいんですけど、まあ、今回緑牛&ボルサリーノが1戦目ということで、まあ、荒巻き&ボルサリーノか、まあ、そっちの方が正しいね。じゃあ行きますか。あ、フランキーいきなり行かない感じか。あ、今行くのね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ2陣目取っちゃうか。2陣目取ってアルベルに行ってもらって、でクラッカーじゃあそこにできるよ、それビスケット、それ熱っ、それ熱っからの裏レイリーなんで、これ飛んじゃって、はい、ここ取れそう。さあレイリーのそれはまあ受けてもいい、いやいいよ、これ4ドリ激アツ、オッケーナイスフランキー。これはオッケーフランキーナイスから取ってもらいいの、1、2のオッケー、3、はい、ダウンさせるジャスト回避、危なすぎ、いやどうしよっかな。でさっきあれ使ってたから、さあここは回避読んで、オッケー、ダウンさせて一気に効果力、いやこれ5ドリあるぞ、ここ守りきったらやばい、効果力誰も超えてた、やばい、ナイスナイスすぎ、これ飛べるな、キングでしょ、キングだからこれ飛んじゃって、これ全然取れますね。ここ取っちゃって、はいはいはい、あっち行ってる、ここ取り切れ、2陣目守りきるかな、まあきついだろうね。で2番さん、これもう一回クラッカー出ししようとしてるな、いやここキープしてレイリー来てる、ジャスト回避、あーできてない、でも吹っ飛ばした大丈夫、キットローか、さあジャスト回避、1、2の OK、 これ確定で、これクラウド、まあ危ない、それ確定でクラウド、ほんとしんどいんですけど、でこれみんないるな。じゃあこれちょっと通常攻撃合わせして、 OK ナイス、であっち取れるね、その間に、で歌が怖い、あでもこのステージボルサリーノ刺さるよね。あーなるほど、これはちょっと貯めますか、貯めて歌使わせてくれてる、いやオッケー、相手ちょっとあれだね、ミスってるから、で裏、あナミ使ってるから、これナミに当てたい、はいナミに当ててはないけど、まあそこそこ、危ない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 、ナイスドロー、いやー待って食らっちゃったか、いや待って、まあ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 、ここら辺でボルサリーノにね一回納得っていうのも手だから、でチームブーストこんだけ全然押し出せたら、まあ、相手攻めれないんで、これ熱いよ、でここからのボルサリーノだから、もう裏抜けもできるからね、いやーなんか海軍のゲッターなんか裏抜けキャラ多くないあやばいちょっと待って、一気にやられてる、これさここで守りきるか、いやきついな、さすがに貯めとこう、ここちょっと貯めといて、みんな来るまで待って、あそこキングだったら全然裏抜けできる、さそれはさすがにまずすぎ、いや待って、これで逃げれないかな、これで逃げれない、逃げれないよね、それで逃げれないよね。これはこうやっていって、ジャスト回避、1からの OK 回避を読んで、はい、マガタマ打って、痛すぎ、粘着されてる、これは。1、はい。いや、これワンチャンス。いや、ないか、ないか、通常攻撃はい、あの、フランキー、その間に行ってくれてる、ナイス、これ、もう一回60でいけるんだ、フランキー強、フランキー、マジで強くないか。暴れすぎだろこういうステージで。であそこ多分キングなんで、あそこ2人でみんなあんまよろしくない気がするけど、まあとりあえずこっち行きますか。あ待ってよ、これ波使ってるからこれ打っちゃって、はいオッケー、とりあえず KO、 うーん頑張ってる、これジャスト回避オッケーしちゃって、クラッカー来てるけど大丈夫、無理やり抜き切る、ナイス、フランキーが暴れすぎてんのよマジで、暴れすぎ、ジャスト回避オッケーで1、2のオッケー、ナイス KO、 あざした、緑牛ですよ、フランキーが一番強い。で2戦目はフジトラ&戦国ということで、ダブルディフェンダーだね。いやーでもフジトラに関しては防御無視ついてるんでね、で戦国に関しては確か情報修正されて強くなったよね、確かその、あれ戦国は防御無視ついてなかった、そのイメージすごい強いんだけど、クラッカーとりあえずここ飛んのかな、じゃああっちとりあえずさ、ガンマナイフ打った後これ吹っ飛ばせるか、これ吹っ飛ば、あーちょっと遅い、ちょっと昔、いやなんか飛んだ、いやとりあえずこれ打っといて、これ隕石でなんならこれやっちゃっていいのでは、あれクラッカー取ってない、あれ取ってなかった、あれどこ行ったのクラッカー、あれどこ行った、マジでどこ行った、あれ取ってなかったか、ごめん取ってたと思ってたわ。じゃあとりあえずオリンがナイスカバーしてくれたんで、ここ取りの、さあガンマナイフ、あ僕って間に合ってない、1、2の、3でこれジャスト回避、
2、はい、まあ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 、これ変わられたらめんどくさいな、変わられたな。でこれ1からの、これあっち援護するか、いや待ってよ、これとりあえずこっち援護しちゃって、ナイスナイス、いた待ってスキルめっちゃ遅いな、昔のキャラってそんな遅かったっけ。じゃあ行きますか。あれクラッカー初手裏行ったのかな。あー、じゃあここで戦国行きますか。あれ戦国って通常攻撃移動できたよね、確か。これできてるよね、大丈夫だよね。あ、新地点行ってくれてんのか、ナイスナイスナイス。じゃあこれこっち行っちゃって、さあキング来た。で振動来る可能性高い、これ先打っちゃうか、これ先打ちしといて、なんか来た時のために、はい、これで、はい、ここからの防御無視で、これこの後当たりますからね、これが戦国の強さ、オッケー完璧で、クラッカーめちゃめちゃ前線上げてくれてる、ナイス。これちょっと待ってね、これはちょっと当たんないよ、ナイスメンザ、ナイスすぎ、ナイスすぎなの味方。これちょっとオリンとスイッチしようか。あー、でもこっちも超過できてないのか、ずっとゲッターだったもんね。じゃあこれとりあえずジャスト回避して、1からの OK、 これ隕石撃っちゃって、隕石じゃないか、大砲か。で OK、 ナイスケオ、熱すぎ、いいね。でここワンチャン取れるか、ここをワンチャンカイド裏行ってるけど、痛すぎ俺かい。あ、でもワン全然クラッカーが活躍してる、ナイス、ここ取れるぞ、ここ俺取っちゃっていい、あー譲るわ、じゃあ OKOK、 あかんできてる、あー OKOK、 ナイス。でこれをバカ肉が出てきたら、はい、ジャスト OK、 勝てるか、いや、まあ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 、これはしょうがない、これは回復いいけど、バージョンナイスガンマナイフ、熱すぎ。12の OK、 3で吹っ飛ばす。これ先打ちしとく、でさっきなんか使ってたから踏みつけだけ OK、 ナイス。グイなんか KO してきてる、いやそれはまあ無理だけど、頑張ってる頑張ってる、隕石頑張ってるぞ、いいぞ、あ、回避入ってるから、これ撃っちゃうわ、これ撃っちゃって、はいはい、強い強い強い、戦国頑張りすぎてるかもしんない、もしかしたらもしかしたら戦国頑張りすぎて、ナイスナイス。キッドのキットか今の。これもう少しで回復くるんで、これジャスト回避しちゃって、これでどう、これで回復とりあえずつけて、待って、頑張りすぎてる頑張りすぎてるぞやっぱ戦国って痛い見えてたのに、最悪。まあ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 、ここも大丈夫でしょう。味方来てくれてるんで、雷打った後 OK で、その後しっかり衝撃波で吹っ飛ばす、 OK、ナイス戦国強いな、普通に。ということで3戦目はゼファー&クザンやっていくんですけど、いやこういう企画の時さ、意外なキャラがこうやって活躍するのが面白いよな。まあということでやっていきますか。まあ今回はゼファー&ニカじゃなくてゼファー&クザンということで、まあ映画コンビだよね。まあ衣装もほぼ映画ということでやっていきたいんですけど、誰か来てんな。キットローカー、クラッカーだー、じゃあいいや、じゃあクラッカーだったら、まあまあまあ、これは、はい、OK、これはビスケット後出しできるんで、はいはい、まあ、壊されても別に壊し返せばいいんでね、どうせすぐビスケットでしょ、OK、もういいよいいよいいよ、そんなんいいよ、もう関係ない関係ない、食らわないからこっちも、こっちも食らわないから全然いいよ、これどっちが早いからね、もはや、で、無敵スキルもあるから、はい、壊して壊して、どんどん、はい、OK、全然いいよ、こっちの方が強いから。これは階級います、はい、1、2、はい、強い、はい、強く、誰か来てる、最悪。これ使っちゃって、あ、ほんと当たってないの、今の当たんないか、1、2、はい、OK、 頑張ってるよ、全然強いよ。でこれは一旦待てよ、ビスケット打った後1、2からの OK、 その後ダイナガをしっかりぶち当てろ、 OK、 ゼファー強いぞ、やっぱ強い。これ打っちゃって、はい、これは OK、 そっち行ったか、まあ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 、はいはい、これは完璧に守ったでしょ、マジで完璧に守った。で、あっち誰だ、カイドウか、じゃあ行ってあげよう。じゃあ任せろって言って、まあカイドウに攻めてもらうか、また C 地点か、まあ C 地点はまあ別にいっか、クラッカーでしょ多分、クラッカーなんで、まあまあそんな焦る時間帯ではない。そしてシャンクス持ってきて、オッケー、ナイス、そういうことそういうこと。ここからどうしよっか、いやまあもう完璧じゃないか、C 地点ゼファーでもいい気がするけどね、正直。まあ C 地点まあいつでも降りるか、誰か来たな、レイリー、いやーこれ C 地点行こっかな、ここ捨てるか、捨てよ捨てよ、 C 地点の方が大事だ、オッケー、ジャスト回避しちゃって、ここ入って、いやこれ合わせて、はい、オッケー、吹っ飛ばす、いや2陣目は捨てでいいわ、うん、まあいつかまたカイドウがいるから取ってきてくれるでしょ、ゲージたまんないしね、はいはい、全然食らわないから、防御無視とか、まあゼファーとか関係ないからね、いた、そっちだって関係あるわそっちは固定ダメージしんどいよ。あー、これ一応当てといて、一回オッケーオッケー、一回多分剥がしたんで、これジャスト回避、はい、でオッケー、ここはちょっと待って、これはローは効いてないな、まあ一旦吹っ飛ばして、やっぱ強い、でこれ先置きしとく、いや待って、よろけちゃうよろけちゃうよろけちゃってるわ、ちょっと待って、じゃあニカに任せるか、ちょっと待って、これこっち戻って、一旦ニカに任せよう、でキットに対してそれ使った後、これでどうだ、これで当てられるか、当てなんない、さあこれその後しっかり当てる、 OK、 邪魔する、2陣目から出んな、
いやちょっとまずいか。おい、なんでそれは立ってないの。すごい。いや一旦すでいいか。一旦すで確実に新地で守りたい。オッケーオッケーオッケー、守るよ守るよ。ジャスト回避できてないけど、1、2、はい、これではオッケーオッケー。それうまいけどオッケー、中入った。いやゼファー頑張ってくれ、頑張ってくれ。これ回避読んでオッケー。あとジャスト回避されちゃったか。でその後、はい、ジャスト回避できてないけど1、2、オッケー。さあ、はい、強い強い、普通に強すぎる。やっぱゼファーが、あれ普段は、あこれは普段はまあ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 、え強くないゼファー。待って、ゼファーこんな強かったっけ。めちゃめちゃ強いんだけど。ゼファーかっこよすぎだろ。ということで次は赤犬&田茂ということでね、まあ、ちょっと田茂は違うんですけど、海軍の赤がねちょっと全然いなくて、ガープがなんか、まあ、なんか誰だっけ他に、田茂か、あのスモーカー田茂になっちゃうんで、ちょっと今回は赤配布田茂ということでね、まあ、あのキャラはゲッタの中で普通に強いんで、うん、あの配布の中でね、まあ、やっていきたいと思います。ということで、あそこ一旦ちょ、なんだこのクネクネしてるやつ、俺かい、なんか違うやつ叩いて。いや俺めんどくさいのよ。1、2の、はい、OK、ナイス、回1に入れての、これは1からのジャスト回避、OK、まあ関係ない。さあこれは犬神合わせちゃう、OK、危ないか。いや結構食らっちゃったな。まあ一旦これ引くか、これ一旦引いても何もないんで、ちょここに肉ありゃ作りますか。肉食いの、まあ赤犬といえばね、まあ、前回も動画でやったんですけど、結構守りキャラっていうか、まあだいぶ守りキャラなんでね、まあちょっと後部とかを意識してたキャラなんで、ちょっとそこを意識していきたいなと思いますけど、まああそこ青山トニカだから、あでもちょっと入りそうだな、もう、これはこっち来そう、こっち来そうだよね、こっち来そう。もうガンマナイフの角度どうなってんのって感じだけどね。さあ1から、はい、オッケー、ジャスト回避、痛い、回避が早いよ。でこれジャスト回避間に合わない、ジャスト回避じゃなくて無敵間に合わない。まずその間に C 地点行ってくれてるんで、まあオッケーで、1からの、あっち行ってる、オッケー、これは当たるんじゃないか、これは当たっていく、オッケー完璧で、肉食いに行きたいな、肉を確実に食って、はいオッケー、あっち任せちゃって、さあ2陣目はさっき来てたけど切るんだこっち、ちょっと待ってね、これジャスト回避、いやこれ使っちゃおう、いやキングに当てたくないけど、いや当たっちゃってるよね。あでもナイス、立ち爆えぐい、そこで立ち爆、ブースト立ち爆がやばい、ブースト立ち爆がやばいです、ブースト立ち爆はやばいです。最悪、ちょっと待ってね、いや一旦田茂で行くか、一旦田茂でちょっと前線かき回すか。でこれとりあえずこれで機動力あるんでね。懐かしいでしょみんな、覚えてない、みんなこの田茂使ってたの。いやみんなは使ってないけど別に。じゃあ青山とかやっこい、やっこいやつ来てる、危ない、これで、はい、どう、当たってない、いや1、2、いや1、いいよ1、2、いいよ1、いや誰か来てる、やばいやつ来てる、うわこれ裏抜けできる、裏抜けしちゃって、はい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 、いいよ、田茂が活躍してるよ。でここ取り切っちゃって、この機動力が魅力と、いうことで、さあここ当たんない、これスキル使わせてやられたいな。これジャスト回避、オッケーオッケーオッケー、使わせてる使わせてる、だいぶでかいよ。でこれ使っちゃう、はい、ダウンさせる、これ KO してもらう、いやオッケーオッケー。でこれで裏来る赤い、あのカイドウは俺に任せてくださいみたいな感じ、オッケーオッケー任せて、これいいタイミングですね、こうなったの。でカイドウそろそろ飛んでくるんで、飛ぶしかないよね、飛ぶしかないところ、犬神グレンをここで合わせとく。オッケー完璧、田茂と杯の完璧なコンボ。完璧だろ今の。マジで完璧、朝日ということで、ラストはクザンやっていこうかなと思います。まあ、最後裏はね、まあ、一応6牛ということで、さあやっていきますか。まあ、ゼファーはね、まあ、正直一人で解決しちゃったんで。だいぶ解決したよね。いやこれこっち飛んでくるな、フランキー下手したら。まあいっか、とりあえずここ取っちゃって、いやガンマナイフ来るか、いやマジでガンマナイフだけはやめてほしいんだよな。さあこれはフェザンとベックでも打っとこう、暇だから。暇フェザンとベック、スキルのよあのスキル、しかもいや早それ多分、ナイスナイスアルベルで、待って、相手凍結誰もしない、ほぼほぼしない、キットの裏はローでしょ、しないもんね、これワンチャン俺も取るわ、握っちゃうわ、握っちゃって、ナイス、え、バジラック使わせないじゃない、でかっ、それ俺じゃないよね、はいはいはい、取り切れる、ガンマナイフやろうは知らない、またガンマナイフやるが来たら、ちょっとお前マジでそれよくない、当たってない、当たってないけど追いかけよう、早い早い、ちょっと待って、揃ってる揃ってる、ちょっと待って、おい一番手応えないかもしんない今までで、あ手応えあり、手応えめちゃめちゃあり、手応えあり、危ない、ジャスト回避、ダウンしろ、あーそれやめて、ジャスト回避したら負けって何。いや本当にこれ謎なんだよ、永遠のジャスト回避したら負け。ジャスト回避できない、どういうこと。まあ一旦6牛でいきますか。いやーまあ6牛もね面白いキャラ、いやこれってやっぱ移動早いのいいよね、
このリスボンで。もう全キャラ移動早くしてほしいんだけど、このリスボン。いやでもそしたら倒した意味なくなるか。いや、じゃあ緑牛せこいよね。これ裏一人いるんで任せますか。カイド多分飛ぶだろうけど、あ飛ばない、それは頭いい。どうしよっかな。ニカか、ニカいっぱいいるな。でもこれ行く必要ないよな、いた、マジでチームブーストとかで見えなかったわ。あでもナイス。さあこれはちょっと味方に、ま、あでもこれさ取り際やった方がいいんじゃないか、確実に、確実に。あうまい、あーこれカバーするか、これカバーして、はいダウンさせる。一旦ゲージ貯めて、一回取られてもよかったかもな、こうなってくると。まあ6牛といえば前線復帰も早いんで、ちょっと待ってね、これこのカイドウがやっこいな、馬カイドウなんですけど、あそこまあちょっと見てないふりしといて、これ俺がさやられてさ、1からの、いやこれ釣り動きません、オッケー、完璧完璧すぎる、このカイドウ落としたら絶対無敵溜まってたもんね。でこれ多分バジュラグを使う、はい1、2のオッケー使う。いや裏開かないな、ガンマナイフやろ来た。さあここジャストカイって言ってんな、あわーガンマナイフやだ、ガンマナイフやだ、ナイスガンマナイフ、いやかわいそう。ちょっと待ってね、これはでも バジュラグ来た、ナイス、あ惜しい、あナイス、すごいすごすぎる、最近のバウンティラッシュすごすぎる。通常動き合わせ、はいオッケー、当てていく、あごめんスキルかぶったかも、これ多分そうだよね、これがやばい、あ待ってこれ抜き切るわ、いやーこれ抜き切れるか、これワンチャン、そうそうそう、もうこのね強さ見せてくわ、無理やり無理やり抜くやつので、クイーンが多分吹っ飛ばすから、いや待ってこれは、いやこっち向き上がって急に、いやこれさギリギリ取った方がいいよな、なんなら今取るよりギリギリ取った方が絶対いいと思う、だからこれ行くしかない、いた、待ってね、そうだよね、そうなるよね、ちょっと待ってね、これはすぐ行ってこれダウンさせて、はいはいはい、よく逃げれない、あとちょっと、うわあとちょっと、いややっぱギリギリで取った方が良かったかな、いやでもそれむずいよな、ということでクザン2戦目やっていこうかなと思います。いやちょっとクザンきついな、いや一番きついぞ、なんならフジトラよりきつい感じするわ。あナイス回復向こう、で味方がナイスすぎからの、これどうしよっか、まあとりあえずここら辺で打っときますか、打っといてフェザンとベッカー当てて KO していく、完璧。そしてこれは、多分カウンター壊す、いやなんかすごいの見えたな、これ待てよ、これこっちさ援護しに行ったらどう、1、2の OK 3でも裏多分取られないと思うからキャラ的に、いやー通常攻撃重たすぎる、いやこれ裏抜けして、マジで裏抜けしたいんだけど、はいこれは、はいこれ使って、はいビスケット壊さないようにしてジャストカイされるけど、ナイスナイスナイス、いやこれはいいとこ見せろ、いやナイスエイジ、いやオッケーオッケーオッケー、ナイス、えこれ一回落としたんじゃない、いたー、いや結構頑張ってる、いやなんかねすごい手応えはないんだけど、なんか普段の頑張りがすごい見えている、あやばい裏行かれそう、あナイス、あれナイスバジュラングか、今のめちゃめちゃナイスバジュラングだ。じゃあキットローがちょっと暴れ回ってんで、ちょっとやっこいな、さあこれガンマナイフが強すぎるよな、おっといや硬っ、カチカチすぎ、これは1からの OK、これはいや無敵な読み、あでも当たってる、ナイスナイス、ジャスト回避でダウンさせて、これ多分タッチバグしてるよね、そうだよね変わってないよね、いやこれ待って、よろけもこういつ剥がれんの、やっと剥がれたかな、で回復ブーストどうせ来るから、あそろそろガンマナイフ溜まった、ジャスト回避できてないか、1、いやーお前なんでこっちの方が攻撃やってんのに、いや火力高すぎ、いや待ってこれ先撃っちゃう、いや無理だ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 、これ逃げろ逃げろ、あ逃げれた逃げれた強すぎだろこれ強すぎだろマジで今のトレンドやばすぎだろマジでマジで言ってんの強っやっぱりオッケーあナイスビスケット壊しかと思ったけど、まあ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 、はいこれ回避の1、あうまっ、ちょっと待ってね、いやーうまいな、ちょっと危なすぎ、あれビスケット壊れてる、オッケー一旦ダウンさせて、これ取り切れるね、もういや待って6牛がマジで強い、本当に強いんだけど、ジャスト回避、いやーちょっと待ってこれはだるい、このビスケットはだるい、あーあでもなんかすごいクラッカー多い、すごいビスケット野郎が、これはジャスト回避、あ同じこと考えて、1、2の OK3 ダウンさせる、あそこ取り際行きたいな正直、1番のジャスト回避、いやこれさ飛んじゃってここじゃないでこうでしょ、 OK 完璧じゃん、待って6牛が強い、ひたすら強いでこれ無駄回避しないでこれすぐ、いやビスケット焦られたか、いやまあ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 、あーなるほど、なるほど、でこれ取っちゃう、 OK ナイスでこうジャスト回避できた、1いたすごい光り方した、いやちょっと待ってきついか、いや待ってカイドウが頑張ってくれればワンチャンあるけど、ここから俺は守るしかできない正直、あのカイドウを信じるしかないけど裏か、いやこれワンチャン信じても取れそうなんだけどな、ナイスナイス、取れる取れる取れるぞ、これ取れ取れ取れ、オッケー、ここはアイテムで打っとく、はいオッケー、信じて取れる取れ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 、みんなあ違う違う、攻撃しなくていい、攻撃しなくていい、信じて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 、取ってキットロー逃げて、オッケー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 、ナイスエイジ完璧アイスエイジ、完璧アイスエイジすぎ私